毎回でも違ったりもするかもしれない ね、 なんか楽しいね。なんかあの思うのがさ、思った、あの YouTube にね、はい、あのちょっとさ、ここ最近さバタバタしたじゃない？ちょっと全然わかんないんだけど文脈、あの YouTube がちょっと賑やかになったってことね。そう、ファンタスマゴリックのファンマグチャンネルがちょっとバタバタしたじゃない？はいはいはい。なんかそうやってこうバタバタさせていきたい感がこうやって昔の曲とか歌うと、あ、そうね、いろいろ芽生えるね、と思って、はいはいはい、そうで今回なんか練習動画とかさうん、うん、いろいろ作ってみたじゃん。そうね、そうね。なんかそれ他の曲もやろうねってね、うんうんうん、話してて、なんか私のそのまりえちゃんが不在になっちゃった時のさ、忘年会の時にやった内容っていうのが、うんうん、あのまりえちゃんのパートをみんなに歌ってもらうっていう、はいはい、めっちゃ難しい歌声喫茶をやった超スーパー難易度、聞いたことない難易度の、でもみんな歌えててすごいと思ったんだけど、細かいところはやっぱこう分かりやすく、ソロのパート動画とかがあったらもっと分かりやすかったりするよねと思って、そういうのをやろうねってね、言ってたんだよね。第一交渉さんが全然ちょっと交渉しに来てくれないんで、やっぱカラオケには入ってないからみんな歌いたいけど歌えないっていうのはあるじゃないですか。ちょっとでももう時代は私たちが作るそう、よっ、なんてだっけ、坂本龍馬、違う違う、なんかすごい時代を作るってかっこいいじゃん。なんかなんか、いや時代を作るとかポチってやったら練習できるじゃないそういうことね、時代交渉じゃないね。そうそう、時代を作ってるかどうかわかんない、誰かやってるしちょっとやっていきましょう、それは、ね、じゃあぜひぜひ、ね、そうなの。というわけでみんなね、はい、練習してきたということで、さあこの時間がやってまいりました。じゃん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 まいります。皆さん動画を見てきた人、はい、見てきてない人は今覚えて、難しいねちょっと練習したりとかした方がいいのかしらね。まりえちゃんじゃお願いします。難しい、ピアノないのに。どんな曲かっていうと、次歌うのは新曲です。で、運命共同体という曲で、まあこれでも多分ちゃんと着工したのは多分5年前ぐらいなの。5年ぐらい前に多分詩を書いてて、そうそうそう、眠ってる曲が結構あって、で、まあ、リリカちゃんが曲を書いてくれてて、でもやっぱアレンジャーさんがちょっといないからその曲にできなくって、そのお蔵入りしてたやつなんですけど、ちょっとそれをまた見直して詩をまたちょっと書き直して、なんかこうそういう運命共同体だなみたいな人いるじゃないですか。なんかこの人と、まあそれ別に恋愛でもそうだし友達でもそうなんだけど、なんかそういう人のことを思いながら歌ってくれるとガチッと、私とリリカちゃんみたいに、そうよもう本当にね、結成当時から本当にレズじゃないかってすごい言われてたんですけれども、もう結婚してね、ちょっと私の片思いゾーン、裏切りみたいな。そうちょっと練習する、ちょっとやろうか、せっかくだからね。サビが、はい、世界で迷子になっても見つけ出すよ、きっときっと待ってるんですね。いや、てかここからだから、あ、そうかそうか、みんながいかほど歌えるのか一回聞こうぜ。あ、一回聞く？じゃあ私は
人ですか。すごいクオリティが高くびっくりした。ウィーンの人。ウィーンの人じゃないの。ちょっと私もっと聞きたいからさ、私黙るわ一回。あのピアノが黙るわ。えこれは無理だ。いや途中から。あ、オッケーオッケーオッケー。止められたとしてもこの世界愛進むから。すごくない。マリアめちゃ苦労してたよ。マジか。全然私分かんなくて。むずーとかめちゃくちゃいじゃん。素晴らしいです。練習したもん。すごい練習した。ちなみに今日初めて聴く人のためにメロディー歌うと、はい、誰に止められたとしてもこの強い愛続くからっていう内容を歌ってほしいっていうお願いをしたんだ。今日初めて聴いてるよって人。あ、2回目弾かれる人。言いにくい、言いにくかった。メリカちゃんのパートを歌ってもいいです。メロディーをなんとなくふんふんふんでもいいしね。メロディーは難しいんだよね。要するにすごい難しい。難しいですけど、私これ合唱曲を目指して合唱曲じゃないよ。すげえ難しくて。でも大人の合唱曲だから、やっぱり大人がここを目指したいっていう合唱曲にしたいんで、みんな頑張ってやりましょう。簡単なって言えないもんね、はい、そうそう、大事大事。じゃあそこもやる。あ、もう歌える歌える歌える。じゃあやってみるよ、うん。やろうか。やっちゃうか。全体像どんな曲か知らないのに C メロ覚えてる。地獄だよ。どこに入ってるのかさっぱり分からない。それはマジでサプライズ。そう、このそうなんだよね。だから、うん、いきなり聞こえたら、あ、やばい、今途中参加でも大丈夫だから。心でもなんとなく2番のサビは一緒だから、世界で迷子になっても、うん、この強い愛続くから、心に出るようになってるから2番なんと。 OK? OK? じゃあマリアちゃん動画撮らなくていいの。 あそっか、ないのか。ないんだ。あ、やっちまった、あったあった。これいいですね。でも誰かが撮ってくれてる。本当？でもみんな歌に集中してほしいからさ。そうなんだよね。ほら近くにさ、ムービーがあるとか。確かに。じゃあ関係者の方はムービーを回していただいて、あとの人たちはみんな封印してください。これあとそれをアップする、はい、YouTube にアップしますから、私編集してね。みんなはそこに貢献してほしい。やっぱ私の声爪痕ぜひ残してます。それで NHK の人が見てめっちゃええやんって言う。すごいいいしょ。みんなの近くに来るからよし。 OK? じゃあやってみるか。はい、じゃあいきますね。新曲です、はい、みんな一緒に歌ってください。運命共同体。Thank you.
もう本当に D B マイナーと D の罠があるから私には D が弾けなくなるってよくわかんないで、指が長くなっちゃったものなんかわかんないけど急に変な音出ちゃうまあ大丈夫、この曲は実は一回だけ二人ともギターで演奏をしたことが一回だけある。でも本当
忘れたい過去ということで、その日中に葬った曲です。やっぱりゆずになりたいって思う時期って誰でもあるし、あの瞑想していた時期に作ったいろんな曲の中の一つって感じ。だけど今回なんかそういう ラブリーな曲、ハッピーな曲、そうね、青を選ぼうになった時にあれいいんじゃんって自分で、ね、言い出したんで、一人しかない運命に自分からなりました。やっぱすごい自分でやっぱ飛び込みたい願望あるんで、やっぱチャレンジしたいんで、ちょっといつだってチャレンジ1年生なんで、本当にいつだって1年生だからずっと留年留年してなったのよ。ずっと1年生、ずっと1年生になった。本当にじゃあやってみる、やってみようか。じゃあ、温かい目で見てください。じゃあ行くよ。はい。エリカちゃん。あ、マリオくん。どすこいどすこい。スノー順調だね。スノー順調だねってどういう意味？部活でしょ？そうそう。実はさ、今日はエリカちゃんに言いたいことがあって。どうしたの？実はリリカちゃんのことが小学校2年生の時から好きだった。小学校2年生の時から好きだったんだ。私たち今いくつだと思ってんの？58。でさ、うん、もうそろそろ一人鍋にも飽きたなって。一人鍋に飽きたの？やっぱりこれ、やっぱり食べるならちゃんこでなきゃ。そうね、食べたらいいと思うよ。一緒に僕と肉団子作ってくださいみたいな曲書いたから。聞いてくれの？いや、作ってくださいっていう曲を書いたの。ちゃんこ？ちゃんこじゃない、曲を書いたの。もう行くよ。行きます。UNO DOS TRES CUATRO。Thank you.
よ私に。本当だよ、ありがとうございました。ありがとう。本当にね、本当にさ、マイクがいるね。そうなの。片付けるから、お母さん、お母さん。あと、触らない方がいいのか。自給自足、自給自足な。こうして、私は触らない。いや、本当に、なんか、家で練習しててもさ、なんか、上手くなってたよ。本当に、うん、その当時から比べて。うん。去年の誕生日の、あー、はいはい、I love you? I love you ね。あの時より全然上手くなってた。あれは一つ言わせてほしいのは、もう4つぐらいしか合ってなかったです。全部コード間違えて、よく逆にね、うん、やるよね。よくなったよね。そうなの。でも私だからもう指が似合わない、似合わない指がギターに合わないのかなと思って、私ウクレレ買ったんだ。あ、でもまだやろうとしてるっていう。偉いよね。でも楽しいもんね。なんかあれ持っとけばなんとかなるしね。そうそうそう、なんとかなるから ね、楽しいもんね。頑張りますんで、ちょっとぜひ次はね、また違うんだけどやりましょう。はい、なんか、まあ、掘り出してきた曲やったからさ。そうだ ね、いつかだからみんなが演奏して、それにで私がもう演奏しなくて済むっていう。そこを目指していく。コードを発表してくるんでね。あ、そうだね。それもいいね。ねえねえ。さあ、Cマイナーもやっていいもんね。そうそう、本当に Cマイナーってなんでこのままずっちゃずっちゃ。うん、そうね。ずっちゃうよ。本当に、もう。はい。はい。もう、ね、あっという間だね。ここまで来たね、もう。あ、もうここまで来ちゃった。もう終わりです。こんなわけないじゃない。でももう、ほぼ終わり。ほぼ、ほぼ来たね。ほぼ来たね。我々婚活ユニットとして、そうね、婚活系の曲、まだこれから婚活系の曲怒涛に行きますんで、怒涛怒涛、まあ、その前にちょっと深い話、ちょっとすごい特ダネの記者みたいな感じになっちゃいますけど、やだ。どう、なんか変わった、やっぱどう、うん、うん、そうだね、空気が美味しくなったから。岐阜でしょそれは。東京じゃ、でも、ま、ちょっと前から言ってたの、なのに、その自然が好きだみたいな、その空気がいいとか、空が専門ない。って言ってたじゃん、よく。ああ、出会う前ってこと？そうそう、もちろん出会う前、出会う前。で、イオンモールツアーとかやってても、空がやっぱ広いところに住みたいとか、そればっかだよね。そう、自然がいいよねとか、めちゃくちゃ言ってたから、なんか、あったのかもね、やっぱそういうのが、フラグが立ってたのかもしれない。でも、本当に、なんて言ったらいいの？ここまでとは頼んでないっていう自然。いや、